大石義雄、大石義雄、大石義雄、義高、万治2年、1659年元六十6 16年2月4日、1703年3月20日は、江戸時代前期の武士、張馬国阿公判の筆頭画廊、阿公事件で名を挙げ、これを題材とした人形浄瑠璃、歌舞伎、金本中心蔵で有名となる。みな通称、金之助。 一般には、この大石倉之助の名で広く知られる。大石家は、藤原秀里の松江小山氏の一族である。代々大見国守後佐々木氏の下で、狂本郡内赤省、滋賀県大津市大石東町、大石な家長の月職を務めていたため、大石を生にするようになった。その後、大石氏は、大仁の乱などで没落したが、大石義信の代には、豊臣秀次に仕えた。 秀次失脚後、ヨ信の書士にして、次男の大石義勝、義ツ、の祖,祖父は京で仏門に入れられたが、京を脱走し、江戸で浪人した後、浅野家に仕えるようになった。義勝は、大阪夏の陣での先行が著しかったため、浅野長政の三男、長重、長則の祖,祖父で、日立国信壁、笠間藩主の栄華郎に取り立てられる。長瀬の長男、長次家は、 阿穂に転覆されたので、大石家も阿穂に移ることになる。吉勝の長男、大石良金も阿穂藩浅野家の筆頭家老となる。また、吉勝の次男、大石義江も家老となり、浅野幼を長野の祖父の娘、鶴姫を妻に迎えており、その子の二人はいずれも浅野町直に分治されて、旗本浅野長継と浅野長竹になった。 大石良金は、鳥井忠勝、鳥井元忠の子の娘をめとり、その間に、大石義明を長男として設けた。その義明と美全国岡山藩の重臣、池田雄星の娘、熊の間に長男として、晩州は工場内に生まれたのが、この大石義雄である。幼名は、松之城、一説に武太郎。第六代将軍後台所、この江広氏とは、 大石氏の一族、小山氏が、代々この家や小太夫を務める、遠籍関係でもある。このため、広子の弟、この駅広子が、義子費に寄号している。家門は、右につともえ、万治二年、1659年、大石義明の長男として生まれる。幼名は松之城。遠方元年、1673年9月6日、父。 義明が三十四歳の若さで亡くなったため、祖父、料金の養子となった。またこの年に元服してきないと称するようになる。遠方五年、1677年1月26日、義しが十九歳の折に、料金が死去し、その医療千五百国と倉之助の通称を受け継ぐ。また、阿公藩の過労見習いになり、王子、義江の貢献を受けた。遠方七年、 1679年、21歳の時に正式な筆頭画廊となる。しかし、平時における吉尾は、凡庸な人物だったようで、昼ンドンとあだ名されており、反省は老練で、財務に長けた過労の地方が担ってた。上京四年、1686年には、田島豊岡藩筆頭画廊、石田馬以降の18歳の娘、陸と結婚。元禄元年、 1688年、彼女との間に、長男、松之城、後の主勢、吉金を設けた。さらに、元六三年、1690年には、長女、空。元六四年、1691年には、次男、吉野心、吉千代友が生まれている。元六五年、1692年より、奥村十九に入門し、東軍流剣術を学んでいる。また、 元六六年、1693年には、京都で伊藤神祭に入門して、儒学を学んだという。元六七年、1694年2月、備中松山藩水谷家が海域となった際、主君、浅野長典が、修行氏に任じられた。吉尾は先発して、海域に不満で、徹底抗戦の姿勢を見せていた、松山城に単身入り、水谷家家老。 鶴見倉之助を説得して、無事に城を明け渡させた。二人が偶然同じ、倉之助であったことから、両倉之助の対決として、世間で評判になったという逸話もあるが、これは、打ち入り事件後に創作された話らしく、明確な資料に基づいているわけではない。城の受け取りが無事に済むと長野は、赤王へ帰国したが、吉尾は、財腕として泊まり、翌年に、 安藤茂弘が新城主として入城するまでの一年半余り、松山城の管理を任せられた。元六八年、1695年を8月に、阿公へ帰国。元六十二年、1699年には、次女、瑠璃が生まれている。元六十三年、1700年6月には長野りが、三勤交代により、阿公を立つ。元禄十四年、 1701年2月4日、朝の長典は、江戸へ下校する東山天皇の直死の接待役を、幕府より命じられた。接待指南役は、皇劇も入り、吉良義シであった。3月14日、江戸城では直死に対して将軍が奉納する直刀の儀が取り行われるはずであった。しかし儀式が始まる直前、少子王廊下において長典は、吉良義シに対して、 人情に及んだ。尊王神の熱い将軍、徳川綱吉は、朝廷との儀式を台無しにされたことに激怒し、長野を大名としては、異例の即日切腹に所し、さらに、阿古浅野家を、お家断絶とした。一方、吉良には、何の咎めもなかった。早見光隆と、かやの茂金の第一の旧詩、足軽美脚による、第二の旧詩、原本時と、大石の武器よの、 第三の休止、待ち美客による第、第四、第五、第六の休止、と次々に、赤黄判定から、国本赤黄へ情報が送られ、3月28日までには、民情事件、朝の長乗り切腹、赤黄半海域といった情報が出揃った。3月27日、家臣に総都城の号令がかけられ、3日間にわたって、表情が行われたが、藩士たちは、 幕府の処置に不満で、徹底抗戦を主張する、老城派と、解除すべきとする強順派に分かれて、議論は紛糾した。強順派の王の友夫さは、老城派の原本時、岡島恒樹などと激しく対立し、4月12日には、阿光から逃亡した。こうした中、吉尾は老城巡視希望の藩主たちから偽名の、欠判書を受け取り、城を開け渡した上で長野の弟。 朝の長広を立てて、お家最高を嘆願し、合わせて、キラ・義仲の処分を幕府に求めることで反論を統一する。また、義雄は、上屑同然になるであろう、阿黄藩の藩札の交換に応じて、阿黄の経済の混乱を避け、また藩士に対しても分配金を下に厚く、上に軽くするなどの配分を行って、家中が分裂する危険の回避に努めた。また、 吉尾は、物頭の月岡自衛門と、田川久座衛門を江戸に派遣して、幕府衆生を目付け、荒木聖原に、浅野家再興と、吉良光介の助処分を求めた、嘆願書を届けさせた。4月18日、荒木らが阿公に到着すると、吉尾自身も、浅野家再興と、吉良吉仲処分について三度の嘆願を行っている。こうした、 吉尾の努力もあって荒木個人の協力は得られたようで、江戸期間後に荒木は老中にその旨を伝えている。翌日4月19日、林国辰野藩藩主、脇坂安章飛び中足森藩藩主、木下皇帝率いる衆生軍に赤江城を明け渡した。赤江城大後は、園派や指において、藩生残務処理にあたり、この間は幕府から29人ぶを支給された。 5月21日に、残務処理も、あらかた終わった6月25日、ついに吉尾は、生まれ故郷阿公を後にした。阿公退去後、吉尾は、家族と共に、京都山品に陰性した。吉尾が山品を選んだのは、大石家が、この池の桃園であると共に、大石家の縁石、神道春式の一族で、この池家臣の神道を佐ゆが管理していた土だった、ことや、 大津の西織にいた十王子、母のいとこ、三尾象徴と行き来し、浅野家最高の政界工作をするためでもあったと考えられる。また、大石家の外籍にあたる拓岩尾という人物が、潜入時達中の来合院の住職をしており、この人物を頼って吉尾は来合院の段下となって、寺受け証文を受け、いわば身分証明書を手に入れた形となった。そして、 山品の居宅と来合院を行き来し、来合院に失らた茶室、含む、水剣にて茶会を行いながら、旧和公藩士たちと密議を行ったと言われる。しかし、この頃から早くも、浅野慶信たちの意見は二つに分かれ始めていた。一つは、奥の貞義、千国組頭、新道春式、四百国足軽頭、小山良氏、三百国足軽頭。 岡本茂之、四百国大阪市協約ら公六鳥を中心にしたお家最高優先派。もう一つは、堀部竹恒、二百国江ドルス協約、高田軍兵衛、二百国馬回り役、奥田茂盛、百五十国文具武業ラウデ自慢の家臣を中心に、おろくの家臣たちに支持された、キラヨシナカへの仇打ち優先派である。それぞれの派の特徴として、前者は、アコウの家臣が多く、 後者は、江戸詰めの家臣であることが多かったため、後者を、江戸急進派とも呼んだ。一党の頭目たる、吉尾自身は、どっちつかずの態度で分裂を回避しながら、実際には、お家最高に力を入れて、江戸急進派に、自説到来を待つよう促すという立場を取った。阿公を立ち去る前には、縁林自住職、誘拐を江戸へ送って、将軍、 綱吉やその聖母継承院に影響力を持っていた、神田五寺院の高光大僧正などに、浅野家最高の取りなしを依頼し、7月には、小野寺秀和と共に、浅野長典のいとこにあたる身の大垣藩主、戸田市帝と浅野家最高を起するために、大垣を訪れている。また先に嘆願した、荒木聖和からも、吉尾へ、浅野や大江再高の望みありという書状が届いていた。 しかし、お家最高よりも、キラ・ヨシナカの首を上げることを優先する、堀部竹爪ら江戸求人派は、このままヨシオに、江戸下校を促す書状を再三に渡り送りつけている。ヨシオは、江戸求人派陳部のため、9月下旬に、原本時、三百国足軽頭、牛尾田公共、二百国絵ず奉行、中村正時、百国勇筆らを江戸へ、派遣、続いて、 新道春式と大高忠を二十国五人淵越者法元に派遣した。しかし彼らは逆に堀部に論破されて急進派になってしまったため、十月、吉尾が自身で江戸へ下校した第一次大石安ず下り。吉尾は江戸見た、東京都港区見たの前川ただし大部宅で堀部と会談し、朝の長典りの一周期になる明年三月に結婚を約束した。 またこの時、かつて、赤黄藩を追われた、不和正種が一等に加えて欲しいと賛っている。吉尾は、長野の眠る仙学寺へ参詣した際に、主君の母前で、不和の木さんと同士へ加えることの許可を得た。この江戸下校で、荒木や長野の養前院とも会っている。江戸で一通りやるべきことを得た吉尾は、12月には、京都へ戻った。帰京後、着南。 大石義金を減伏させている。大石義金は名役に加わることを望み、義雄はこれを許した。しかし、この帰郷後から、義雄の狂話などでの報道がひどくなった。金本中心蔵の影響で、これは、平家や上杉家の目を欺くための演技であるというのが、半ば定説化している。近年の中心蔵のドラマでも、人間、 倉之助を描こうとして校舎に描かれることが多い。この年の年末からは脱名者も出始めており、その一人は江戸旧診派の中心人物、高田軍兵衛であった。これは江戸旧診派の顔を失わせる結果となり、その発言力を弱めさせた。吉尾はこれを後期として、元禄十五年、1702年2月の山品と演山での会議において、 大学様の処分が決まるまで決起しないことを決定。吉田兼介、二百国加藤軍軍大と、近松幸重、馬回り二百五十国を江戸に派遣して、江戸急進派に、これを伝えた。しかし江戸急進派は納得せず、吉尾を外して、独自に決起することを模索しつつ、ついに六月には、江戸急進派の頭目、堀部武恒が自ら京都へ乗り込んでくる。もはや大石は、 不要として、吉尾を切り捨てるつもりだったとも言われる。しかしちょうどこの頃、演早支持の誘拐などを通じて、吉尾もお家再興が難しい情勢を知らされていた。七月十八日、ついに幕府は朝野長広に対して、広島藩を預かりを言い渡した。ここに、お家再興は絶望的となり、幕府への遠慮は無用となった。お家最高は、 絶望的となったのを受けて、7月28日、吉尾は、堀部武恒なども呼んで、演算会議を開催し、吉良義仲を討つことを決定した。また8月には、海が友信、クラブ行重両二国三人淵、大高忠田に審問返し、名役の正史イコール審問の返還を実施し、死にたくない者は脱命するようそれとなく促した。この時に、奥野定吉、 新道春式、小山漁師、岡本茂之、長沢六郎衛門、灰方、東兵田川久左衛門ら、お家最高優先派が続々と脱命していった。一方、なお名役に残った同志たちは次々と江戸へ下校していった。9月19日には、大石義金が山品を立ち、さらに10月7日には、吉尾自身も、柿見五郎兵衛と名乗って、江戸へ下校した。 中心蔵を題材にした物語では、道中で本物のか見五ゴロベが出現して義雄と会見。ゴロベ衛は義雄たちをキラ義仲をカタンとする赤コウロと察して、自分が偽物だと詫びるという総話が入るが、これは創作である。義雄は10月26日には、川崎平間村、カルベ五平宅に滞在して、ここから同志たちに第一訓令を発した。 さらに十一月五日に、吉尾一行は、江戸に入り、日本橋近くの国庁三丁目の小山屋に住居を定めると、同志に、キラ邸を探索させ、キラ邸絵図面を入手した。また、キラ吉仲財邸確実の日を知る必要もあり、吉尾旧地の国学者、カ野東アズや大高カタが、脇屋新兵として入門していた、茶人、山田隆編から二月十四日に、 キラテで茶会がある情報を入手させた。吉尾は確かな情報と判断し、打ち入りは同日夜と決する。打ち入りの大義名分を記した口上書を作成し、12月2日、頼もし校を装って、深川八万の茶屋で、すべての同志たちを集結させた。これが最終会議となる。打ち入り時の考慮、人々深格が定められ、その中で武器、装束、 所持品、合言葉、キラの首の処置など、こと細かに定め、さらに、キラの首を取った者も庭の見張りの者も、暴君への合方向では同一。よって、自分の役割に意義を唱えないことを定めた。十二月十五日未明、四十七人の赤王老子は、本所キラ屋敷に打ち入った。表門は吉尾が大将となり、裏門は、着男、大石吉金が大将となる。 二時間近くの激闘の末に、老子たちはついに、キラヨシナカを探し出し、これを打ち果たして、支球を取った。本会を果たした、ヨシオたちアコ老子一行は、江戸市中を更新し、朝野長典の墓がある、千学寺へ引き上げると、キラヨシナカの支給を亡きし君の母前に備えて、あだちを報告した。ヨシオは、ヨシダカネスケ、富野森正よりの二名を、大目付け。 戦国久直の邸宅へ送り、工場書を提出して、幕府の裁定に委ねた。午後6時頃、幕府から、留付けの石川八一門、一の新八郎、松永小八郎の三人が、戦学寺へ派遣されてきた。吉尾らは彼らの指示に従って、戦国久直の屋敷へ移動した。幕府は、赤穂老子を四つの大名家に分けてお預けとし、吉尾は、日獄熊本藩主。 細川津利の屋敷に預けられた。長男吉金は松平忠史家の屋敷に預けられたため、この時が息子との根性の別れとなる。あだちを儀挙とする世論の中で、幕閣は除名か死罪かで揺れたが、天下の方を曲げることはできないとした、お牛宗来などの意見を入れ、将軍綱吉は、売信としては、異例の上司を使わせた上での切腹をした。元禄十六年、 1703年2月4日、四大名家に切腹の命令がもたらされる。同日、幕府は、平家当主、吉良義平吉中の養子の領地没収と新州入るの処分を決めた。細川邸に派遣された使者は、吉尾と面識がある、幕府目付、荒木聖和であった。吉尾は、細川家家臣、安場一平の解釈で切腹した。年泣きは、 主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。法名は、中世院人空きよ健康寺。大石義雄の辞世の句一般には一として知られるが一部文献には二とされる。しかしながら上記は、浅野長典の墓に対してのもので、実際には、次が、辞世の句とも言われている。物静かで飾り気のない性格だが、内面は厚く人望があったことが伺われる。 その一方、土アクターダーだけでは、浅の匠頭に暗君という評価を下しているので、前略次に、過労の仕置きも心もとない。若年の君主が色にふけるのを勇めないほどの、不中の真の聖堂だからぼつかないと書かれている。名指しされているわけではないが、その過労の中に、大石義雄が含まれている、可能性は高い。また、室久走は、赤桜木人禄の中で、 大石の忠義や人格を高く評価する一で、もともとは音響な君主である、浅野匠頭が人情事件を起こした一員として家臣が、きちんと補佐して主君を正しい方向に導けなかったことにあると指摘し、特に過労である大石が、不学無術であった責任は大きいとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。